イエス・キリストの誕生という世界歴史の中で最も大きな意味を持った事件人類全体に最も深い影響を及ぼした出来事は今から2000年前ユダヤのベツレヘムという小さな村で起こりましたその時この出来事はわずかの人にしか知られませんでした人々は忙しく生活に追われてこの出来事の重大さに気がつきませんでした ベツレヘムの町は国勢調査のために故郷に帰る旅人の群れでごった返していました貧しげな若い2人の旅行者ヨセフとマリアを帰り見る人はなく彼らはやっと馬小屋を見つけてその一隅に宿ったのですがその夜イエスはそこでお生まれになったのですイエス・キリストの誕生の戦いきさつについて聖書は次のように述べています イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母・マリアはヨセフと婚約していたが、まだ一緒になる前に精霊によって身をもになった。父・ヨセフは正しい人であったので、彼女のことが公になることを好まず、密かに離縁しようと決心した。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ラビデの子・ヨセフよ、心配しないで、マリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っている者は、 精霊にるるのである彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民を諸々の罪から救う者となるからである。すべてこれらのことが起こったのは主が預言者によって言われたことの成就するためである。すなわち、身を乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味である。 ロセフは眠りから覚めた後に死の使いが命じた通りにマリアを妻に迎えたしかし子が生まれるまでは彼女,は知ることを,な彼女を知ることはなかったそしてその子をイエスと名付けたマタイによる福音書1章18節から25節福井主高代の訪れはベツレヘムの近くの野で夜羊の群れを飼っていた羊飼いたちに伝えられました 彼らは約束の救い主のことを語り合っていたのです罪を犯して神から離れた人類は罪の結果起こったいろいろな苦しみや悩みの中にあえぎながらもっと良い世界を望んできました神は人類を救うために神の子キリストを地上にお使わしになる計画をお立てになりましたその計画は預言者を通して各時代にわたって人類の希望の訪れとして語られてきたものでした 羊飼いたちは人類の問題の解決者であり、生活に希望と力と慰めを与え、人間を罪と死から救ってくださる救い主がおいでになることを願っていました。その時、天の使いが現れました。聖書の記録によると、死の見使いが現れ、死の栄光が彼らをめぐり照らしたので、彼らは非常に恐れた。見使いは言った。恐れるな。身をべての民に与えられる大きな喜びを、 あなた方に与える「今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった」「この方こそ主なるキリストであるあなた方は幼子が布にくるまって貝馬桶の中に寝かしてあるのを見るであろうそれがあなた方に与えられる印である」するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ見つかりと一緒になって神を賛美していった。 糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。ルカによる福音書2章9から14節ユダヤの野に響き渡ったこの賛美の中に、イスラエルを通して与えられる祝福と平和が告げられています。イエスを心に迎えるときに、すべての波風は収まって平安が得られます。キリストの精神の支配するところでは、 相当はその後を絶ち本当の平和が与えられるのですイエスは人類を死より解放する道を開いてくださいましたマタイによる福音書4章16節には暗黒の中に住んでいる民は大いなる光を見死の地死の陰に住んでいる人々に光が昇ったとあります羊飼いたちはベツレヘムの馬小屋で救い主キリストを拝しました東の国の博士たちも 幼子キリストを拝しました。彼らは学者であり、富裕な階級に属し、社会的にも有力な人々で、熱心に真理を求めていました。彼らは星について研究し、輝く星の軌道の後ろに秘められた神の御手を眺めていました。彼らは聖書も調べました。ベツレヘムに神の栄光が満ち溢れたあの夜、彼らは天に不思議な光を認めました。 その光が消え去った時明るい星が現れ空にかかっていましたがそれは惑星でも恒星でもありませんでしたそこで聖書を調べてヤコブから一つの星が出イスラエルから一本の杖が起こりという言葉を見いだし星を頼りに救い主を拝するために出かけたのです当時の最高の知性を持った人々も名もない羊飼いも等しく イエスを拝して喜びに満たされたことはイエスキリストがすべての人の必要を満たしてくださることを表していますイエスの降臨はすべての民に与えられるた喜びの訪れでしたキリストの降臨を記念するクリスマスは今日世界のどこに行っても守られていますイエスキリストはいかなる方か イエス・キリストは肉体をとって人間と同じ生活をなさいましたイエスは自分をしばしば人のことをお呼びになりましたイエスは人間の模範として人間と同じ条件のもとで神の立法に従う生活をなさいましたイエスの生活は神の彼の教えを完全に具体化したものでした聖書はイエスが人であると同時に神であったことを強調していますミコは神の栄光の輝きであり 神の本質の誠の姿であってその力ある言葉をもって万物を保っておられる。巫女については神をあなたの御座はよいよ限りなく続きあなたの支配の杖は公平の杖であるヘブルビトへの手紙131章3節8節イエスは完全に人間の性質を備えておいでになりましたがまた神の子であり神の性質を備えておいでになったのです。 ピリポが主よ私たちに父を示してくださいそうすれば私たちは満足しますと言った時イエスは私を見た者は父を見たのであると言われましたイエスは父なる神の姿を示すために地上にお下りになったのです神というと遠い感じがしてつかみにくいですがイエスの生涯を見ると神はどんな方かはっきり分かりますイエスはこの書に書かれていない印を他にも多く弟子たちの前で行われた しかしこれらのことを書いたのはあなた方はイエスは神の子キリストであると信じるためでありまたそう信じてイエスの名によって命を得るためであるヨハネによる福音書20章3031節すなわち福音書の書かれた目的はイエスキリストが神の子であることを信じる人々に救い終えさせることでしたまたイエスキリストはあなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが この聖書は私について証しするものである。ヨハネによる福音書5章39節といわれてました。聖書を学ぶことによってイエスが神の子であることがわかります。新約聖書の初めにある4つの福音書は地上におけるイエス・キリストの生涯の記録です。そこにイエス・キリストの一点の汚点もない完全な品性を見ることができます。イエスを知らないと言って裏切ったペトロに対して愛の目をお向けになったこと。 銀貨30枚を持ってイエスを売ったヨダが人を見て導いて捕らえに来た時にも止めようと呼びかけられた寛容さ十字架につけて嘲笑している人々のことを父よ、彼らを許しください彼らは何をしているのか分からずにいるのですとお祈りになった言葉のうちに神の子の尊い姿を見ることができますまた三条の水訓と呼ばれている有名な説教をはじめ 多くの説教や例え話教訓をお与えになりましたがその一つ一つに神の知恵が輝き出ているのを感じますどんな時代にもいかなる環境にも決して廃れることのない普遍の真理が語られています天地は滅びるであろうしかし私の言葉は滅びることがないマタイによる福音書24章35節と言われたようにこれらの言葉は今日においても悩みの多い人生の灯火となって 人々の心を慰め正しい道を教えていますヨハネによる福音書にはイエスは言葉であると言われています言葉が人の考えを表すようにイエスは神を表す言葉でしたこの言葉は世の初めからあり想像の技にも預かったのですそして時が来た時その言葉は肉体となって人間の間に住まわれたのです次の聖句を見てください はじめに言葉があった。神は、言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとして、これによらないものはなかった。ヨハネによる福音書、一章、一から三節。そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父と独り子としての栄光であって、 恵みと誠とに満ちていた。御子は見えない神の形であって、すべて作られたものに先立って生まれた方である。万物は天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、位も、王権も、支配も、権威も、皆御子にあって作られたからである。これら一切のものは御子によって作られ、 巫女のために作られたものである。彼は万物よりも先にあり、万物は彼にあって成り立っている。殺さえ人への手紙、一章十五、十七節。これらの聖句から、イエスは王の世の初めから存在しておいでになったことは明らかです。これらのことをイエス・キリストの潜在と言います。イエス・キリストと予言。 イエスが神であったことを証拠立てるもう一つのことはイエスが地上生活において旧約聖書の多くの予言があることです。その一部は既に学びましたがそれはイエスのお生まれになる時場所民族どんな目的で地上にお下りになるかなどに関するものでした。東の国の博士たちがイエスを拝して帰った後、ユダヤの王ヘロではイエスが王としてお生まれになったのを聞いて イエスを殺そうと思い、ベツレームとその付近の2歳以下の男の子をことごとく殺しました。イエスはその前にエジプトに逃れていったので無事でした。この出来事についてエレミア書31章15節に次のように予言されています。書は仰せられる。嘆き、悲しみ、痛く、泣く声がラマで聞こえる。ラケルがその子らのために嘆くのである。子らがもはやいないので、彼女はその子らのことで慰められるのを願わない。 預言者イザヤはイエスの前にその先駆者が現れてイエスの働きを準備することを予言しましたその先駆者になったのはバプテスマのヨハネです神に選ばれて救いの計画を全世界に伝える使命を担っていたユダヤ民族がイエスをいかに迎えるかについて彼は侮られて人に捨てられ悲しみの人で病を知っていたまた顔を覆って忌み嫌われる者の,のように彼は侮られた 我々も彼らは彼を尊ばなかったと予言されていましたがヨハネリューよる福音書1章の10節11節には彼は世にいたそして彼は世は彼によってできたのであるが世は彼を知らずにいた彼は自分のところに来たのに自分の民は彼を受け入れなかったとあります十字架にお付きになったイエスの衣について 彼らは互いに私の衣服を分け、私の着物をくじ引きにする、詩幣22編18節と予言されていましたが、マタイによる福音書27章35節には、彼らはイエスを十字架につけてからくじを引いてその着物を分けたと、この予言も成就したことを記録しています。このほか、多くの予言が全的に成就したことは驚くべきことです。 ある人はこれらの予言はキリストの後に書かれたのではないかと言いましたが、旧約聖書が西暦紀元前に書かれたことについては疑う余地はありません。